はい、おはようございます。おはよう。今日も朝から映画ですか？今日も朝から映画ですが何か？いえ、じゃあいつもの流れお願いします。はいはい。これ。あ、このポスターの時点で大体話わかりました。でしょうね。一応あらすじ言っとく。お願いします。主人公はフリークライマーのベッキーとその友人のハンター。フリークライマーって素手で崖登るあれですか？そうそう、それとベッキーの旦那を加えた3人で日々崖を登ってたんだけど、ある日その旦那が滑落。あちゃー。そのショックでベッキーはヒッキーに、ハンターはおバカキャラの YouTuber に。前者はわかりますが後者が意味わかんないです。それはさておき。はい。ベッキーのあまりのヒッキー具合を心配したハンター、自分の YouTube 企画にベッキーを誘う。あ、それがこの、そう、今は使われてない高さ 600m の電波塔の塔波。その頂上でベッキーが後生大事に抱え込んでる旦那の位牌を巻いて過去と決別しようって。いや、そこは山の頂上とかじゃないんですか？電波塔の方が動画映えするじゃん。うーん、確かに。で、動画を撮りながらアタックを開始し、見事てっぺんの足場に到達。おお。二人は片手で足場にぶら下がったり、ドローンを飛ばしたりして撮影する。そして最後に旦那の位牌を巻いてフィニッシュ。それからそれから？はい、帰ろうとはしごに足をかけると、ポスターの状態に。やっぱり使われてないだけあって、ネジ抜けまくりのはしごだったからね。上りで落ちなかったのが不思議なくらい。なるほど。さらに飲み水やドローンを入れたカバンも、その時落としてしまう。あ、終わった。しかも少し下のパラボラアンテナに引っかかってるのが見えてる。うわ、いっそ下まで落ちててくれれば諦めもつくのに。手元に残ったのは、圏外になってるスマホ2台と、2人を繋いでいるロープ。それと、足場に設置されてた双眼鏡と、信号弾1個。おう。とりあえず圏外なのは塔が高すぎるからじゃね、と、スマホ片手に、ロープで降りれるところまで降りてみる。でもダメなんですね。まあそこで行けたら終わっちゃうし。で、塔の真下だったら電波来てたのを思い出した2人。ハンターが靴を片方脱いで、そこにメッセージを送信状態にしたスマホを入れて、下着やシャツを隙間に突っ込んでから投げ落としてみる。うわ、無茶するな。しかし待てど暮らせど救助は来ない。つまりダメだったと。だが、塔の下で犬を散歩させている男を発見。来たー。ベッキー、自分の靴を両方脱いで投げ落とし、気づかせようとする。当たったらどうすんだ。しかし、男は電話中で全く気づかず。歩きスマホダメー。もうダメだと思ったら、その男が歩いていく先にキャンピングカー。おっと。しかも、別の男がそこでバーベキューの準備中。おっとおっと。なので、日が暮れて暗くなってから、双眼鏡で様子を見つつ信号弾を発射。なるほど、より目立つようにですね。その甲斐あって、こちらに気づく男たち、キャンピングカーを運転して向かってくる。おお、そしてこっからどう救助するかって展開になるわけですね。と、思うじゃん。あれ？ベッキーたちが塔の下に止めた車のところまで来た男たちは、なんと、その車を盗んで立ち去る。なんだって！こうして信号弾まで失った二人は、この後どうするのか。続きは見ろってことですね。そうそう。でもこれ今思ったんですけど、題材的に 3D 映画にしたら迫力ありそうですね。と思うじゃん。おっと2回目。っていうか私も見る前はそう思ったんだけど。はい。これ 3D にしたら心臓持たないわ。はい。600m の高さの狭い足場。しかもそこでかなり無茶な動きをする主人公たち。もうね、怖くて見てらんない。心臓のあたりがギューってなる。ああ、男性がキンキュンってなるってやつですね。言い方。ホラー耐性あるゆかりさんでも怖いんですか？怖さの種類が違うから、何度目をつぶりたくなったか。マジか。じゃあゆかりさん的には？私は好き。ただし高所恐怖症の人は要注意。なるほど。どうしよう。悩むな。悩むなら見ちゃえば。ダメだったら目をつぶればいいんだし。いや、それは負けたような気がしません。わかる。